その思いは強いはずです。さあ試合が始まります。向こう側戸上のサービス、まあ、戸上選手のいいところは本当に両ハンドで休まないんですよね。動きもいいですし、一回打ち、ものすごい力を発揮してましたね。いやー、けどもそれを跳ね返されてしまうんですよね。そして少しナーバスにさせるっていうような作戦が当たってますね。ナーバスにさせる、それが最終的にフォアハンドにの決定力にこうつながってくると思うんですよね。かというところがポイントなんですよね。はい、ここは張本の前進でのブロック、はい、速さで応酬できると互角の戦いに持っていけると思いますね。このフットワークです、はい、踏み込んでの逆モーションドライブを狙う、フォアを突きます。これでまた短いサーブはチキータで狙っていきたいと。ハイトスサービス、チキータできましたね、はい、ネットインでした。第1ゲーム11-8、戸上逃げ切りました。向こう側張本のサービスです。順回転サービス、サービスです。第2ゲーム2ワンとリード、3ワンです。になるとなかなかリズムに乗れないですね。回り込んで踏み名刺だったチキータを少し抑えてストップやツッツキを多くしてますよね。はい、回り込んバックハンドでもフォアハンドでも自由自在に狙われるとどうしても苦しくなるので、ものすごい一撃でした、はい、サービスエースです。ロングサービス、3球目ネットイン、ハロに持っていきたい。フォア前、3球目、思わずラケットラバー出すのか、もう1本フォア前なのか、それとも裏を変えてバック前、
のラリーをセーリンコーチです。台上フリック、張本バックハンド面返す、ラリーを制した戸上。フォア前、張本チキータしのぐ、張本戻ってくる戸上。このラリーはバックストレート、両手でガッツポーズ戸上。ナイス。フォアへのロングサービス、フォアミドルを攻めていきました、はい、張本。回り込む、バックハンドオーバー、デュース。向こう側戸上のサービスです。踏み込む張本、戸上のフォア対張本のバック、最後一本振り返していきました戸上です。来てるので悪くないと思いますよ。バックハンド振っていきました、エッジです。連続ドライブです。どうしたらいい、したらいいということをいろいろ考えていると思います。明治大学水野雄也コーチです。ものすごい一撃でした。ストップの応酬から回り込んだ構えを見せました。ですのでオーバーミスになってしまったわけですね、はい、ロングサービス、張本の3球目攻撃に対、サービスミスになりました。吉村真晴の姿もあります、はい、それから木下グループの倉島陽介総監督、元日本代表監督の姿もありました。映されてると思ってないでしょうね。ロングサービス、回り込む戸上、ストレートを突く、張本押してくる、戸上も巻き返す、悔しがった戸上、バックハンドオーバー、ネットを越えませんでした。こうなると、あ、すいません、はい、流れが、ええ、点8、戸上逃げ切りました、イレブンナインです。いや、伊藤さん、はい、サービスミスからリード、張本のサービス、ロングサービス、ネットに、ミスしてもしっかり振り切ってるので、はい、戸上のレシーブですね、はい、まあ、本当にないんですよね。そうですね、はい、ロングサービス、張本のフォアハンド、張本、鋭いフォアハンドドライブ、台上のフリックです、鮮やかなフリック、フォア対フォア、
そしてミドルへ、今度はバック、戸上の上で卓球台を2台並べてフットワークを鍛え上げました。それが始まりでした。サービスエースです。ノータッチです。ナイスフォール、そう戸上は公言しています。注目を集めた10代を過ぎて20歳になりました。サービス、そうですね、このモーションから長いサーブが来るのか短いサーブなのかちょっと分かりづらいですよね。はい、今はミスできますよね。2本目のサービスミスです。張り向かい、さあ注目です。縦回転、バックへのロングスね、はい、やらすまでは合ってると思うんですけど、10-8ゲームポイント、張本しのぐ、両ハンドを戸上が振っていきました。素晴らしい、ベンチに向かってガッツポーズ、はい、優勝を決めるか戸上。戸上のサービス、バック対バック、かなり注目を集めてきたんですが、この戸上も最近は国際大会でも世界の3連覇もすると、はい、そして世界ランキングも上げていって、もう真の日本のエースは俺なんだということでアピールしたいですね、はい、スリーオールです。サービスカウンター、張本、ポイント、どちらも最強の矛になり、どちらも最強の盾になります。張本サービスに結び直しました。張本、戸上の一発、これはネットミスです。張本サービスミスもありましたが、その後はポイント、声を出しながらのバックハンド、振らせなかったということですね、はい、張本にとっては。縦回転、ラケットの角にボールが当たりました。柔らかなボール、張本がうまく緩急を、早くなるんですよね、はい、それだけ厳しいコースに行きます。こうプレッシャーがかかってくるんですよね、サーブ持ってても決めなきゃと。縦回転、張本のサービス、ミドルへのロングサービス、張本のポイントになります、ロングサービス、ミドルを攻める、そしてバック、もう一度ミドル、このラリーは張本です、はい、ネットに当たって、そのコース取りですね、はい、台上回り込む、でもおかしくないボールだったんですけどね、戸上のどうするのか、でもストップだとラリー展開が悪いので無理してチキータと、2本連続、
張本のミドル、スタミナも必要になってきますね。そうですね、迫った戸上でした。見事なカウンターです、はい、バックハンドオーバーです。セブンオール、トスを高く上げた戸上、一本つなぎを入れる、うん、そこからフォアハンドドライブにつなげます。バックハンドオーバー、のけぞりました。悔しい、フォア、しのぐ張本、巻き返す、戸上のフォアハンドドライブ、カウンターのお立ちでした。ネットに当たってオーバー、追いつきました。回り込んでいった、どう張本選手にかかってるかですね。ロングサービス、オーバーです、うん、また追いつきました、はい、ロングサービス、バック対バック、エルカ戸上、ノータッチでした。ここでノータッチ、耐えていくのか、きますね、はい、さあ張本リード、フォアハンド、このガッツポーズ、素晴らしい、ハリバウアー、素晴らしい、久しぶり、戸上のサービス、ハイトサービス、エッジです。取れると流れがグッときますね。はい、縦回転、フォア前へ、戸上も負けていません。ナイスボール、連日取り合いました。回り込んでいる、ここでブロック、ことは不可能だと思うんですけど、それでも振ります、戸上、フォア前、張本バックで押していく、戸上を逆襲する、逆にフォアハンドにつなげるが、そのフォアハンドがオーバー、フォア前からバック、バック深くに送っていきました。ロングサービス、第7ゲームも後半です。上からいく張本、世界してるのはいないんですよね、うん、鉄壁のブロックを見せ、こちらは戸上担当水野コーチ、振ります、フォア前、張本バックハンド、このガッツポーズ、流れを渡さないですね、ロングサービス、張本のバックハンド、ナイスボール、再び張本、
戸上もチキータ、ファンやサポーターの声も枯れています。戸上リード、気持ちを込めてつつくと、ロングサービス、このバックハンド10-8、最後までわからないですね。さあ張本のサービス2本、はい、張本は自らのサービス2本に全てをかけます。終わらない、はい、決まらない、4度しのぎました張本。ロングサービス、追いつきました、10オール。これ最後まで本当に振り切れた方に味方すると思いますね。エッジですか、11点どうこそ決めるか戸上。張本のバックハンド、戸上のバックハンドサーブ、やこのラリーは決まりません。成績は5勝5敗の5分、ライバル対決、ミドルへのフォアハンドドライブ、8度目のマッチポイント、オーバー、張本左手を高く掲げました。さあ張本初めてのマッチポイント、うん、苦しかった10代を過ぎて20歳になりました張本。戸上も譲らない、うん、14オールです。さあ6年ぶり2回目の優勝へ、張本が勝ちました。この表情素晴らしい、14歳の頃に初優勝を成し遂げた全日本、ともすれば苦しかった10代を過ぎて20歳になった張本、6年ぶりに日本の頂点に立ちました。